こんにちは、ビースト村山です。今日はですね、なんとこれから全日本プロレスに行きまして、プロレスラー吉里選手と対談をしてきます。対談内容としては、どうやってね、体を大きくしたかとか、まあ、そういったことをね、体のことを中心に私のチャンネルなんで聞いていきたいと思うんですけれども、今回もね、タックルを仕掛けて、一本取ってやろうかなと思っております。まあ、前回は石川周選手に挑んだんですけども、まあ惨敗でして、よし、行け、ビースト、あ、タップした、早い。ただこの理由をね、自分の中でこう振り返っていったんですよ。なんで負けたのかなと。ボロボロに負ける予定でもなかったんですよ、正直。まあ、言ってもね、私も結構格闘技経験長かったですし、大会での優勝経験もありますし、寝技には自信があったんですけれども、石川選手の場合は、195cm、130kg かな、もうね、ちょっと規格外、クマと一緒ですね、クマ。もう私、クマと戦ったようなもんなんですよ、ね。しかもクマと戦った上にこうレスリングとかね、なんかそういったものもできるってなると、やはりね、私の体格では勝てないというのはね、まあ、結論でございます。もうほんとね、技で負けた感じじゃないですよね。技に行く途中で負けてるんですよ。いやね、これはね、まあしょうがないというところなんですけれども、吉田選手も非常にでかいんですけども、187cm、108kg というね、全日本プロレスの、公式ホームページには書いてありますので、まあ石川選手に比べたらもう二回りぐらいね、小さいんじゃないかなと思います。ということは、前回石川選手を体感している私はもしかしたら行っちゃうんじゃないかなと思っておりまして、楽しみにしております。まあ、タイミングとしてはね、こう真面目にね、まあ本当対談をしっかりとやらせていただきたいんですけれども、まあ、ありがとうございましたとね、行ったタイミングで、もうね、スピードで行きたいと思います。やっぱりね、前回の反省点でもう一つあったんですけれども、前回の反省点としては上を取れなかったっていうのがね、非常にちょっとね、負けた要因ではないかと思います。だから今回の勝つためのポイント、まずポイント1、上を取る。そしてポイント2、私はブラジリアン柔術得意だったので、まあ、腕十字を決める。そして最後ポイント3、圧倒的な勝利と、まあ、こんな感じでね、最後圧倒的な勝利で締めくくりたいと思います。今回はね、本当にいい姿を皆さんにお届けできるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしてください。では行ってきます。ありがとうございます。はい。まあ、今回はですね、あの日本プロレス吉田さんに、体をでかくするための話を聞いたんですけども、はい、まあ、ただそれだけではなくて、いろんな人生観だったりとか今まで経験した話を聞かせていただいて、非常にあの充実した内容のビデオが撮れました。あ、本当ですか。はい。いや、もう本当ありがたいです、吉田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。大丈夫ですか。あ、でも全然大丈夫です。西島さんのね、話が出たんで、ちょっと同じものでと思って。いやー、これやばかったっすね。いや、もうこいつはあの西島さんと同じ技。いや、急にこんな来られたらね、ちょうどずっとあぐらかいてて、やっと立ち上がってちょっとね。そうですね。ちょっとしびれてる。そう、なんか。いや、本当すいません、ありがとうございます。わかりましたか？これあの石川さんの時も言ったんですけど、あの柔術だとネックロックは反則なんです。見ました、見ました、見ました、言っていただきました。柔術だとネックロックはダメなんですよ。なんであのプロレスは何でもありなんで、まあ、まあそうですよね。いや本当
大丈夫です、もう油断も隙もあったもんね。まあでも、もともとは打撃系なんで本当に強みはここじゃないっていうことで、打撃やってるんですけど、やってたんですか。打撃やってたんですよ、一応。マジですか。ハルトベースでグローブ回しやりますか、じゃあ。もともと俺打撃なんでやりますか。やりますか。やりますか。絶対無理なんで。あ、最後に、はい、あの記念として、はい、吉里さんっていうか蹴りなんで、はい、受けてみてもいいですか。受けますか。いいですか。いいです。ちょうどね、レガースもしてるから。ただちょっとまだ心の準備がないんで、彼が受けるんで。え、まあ、どうしたらいいですか。じゃあ胸をちょっと出してもらって。いやいやいや、こっちに行きます。はいはい、やってもらおう。はい。どうですか。やばい、これはやばい。やばい。めっちゃ痛い。飛んだわ。飛んだ。まあまあだったもん。でも6割7割ぐらいで蹴った。マジですか。まあまあ強めに。いやすごい、さすがだ。いやなんか今音やばかった。私の公式 LINE がついに登録800名を超えました。ダイエットに成功した、筋肉がついたと嬉しい声をいただいております。登録すると無料特典もありますのでご登録お願いします。ちょっと前傾にしてもらっていいですか。はい、はい。じゃないんですけど、マジで。まあ足の方が痛いね。鼓動が、心臓、やば。足の方が3倍力あるって言われてるんで、腕を。これ、試合中に何回目ですか。もうこんなん全然、だって これまだ弱いですよ。これより強いのを全日本選手の2億ですよ。いやもうやめた方がいいさ、危ないですよ。やば。なんか、やっぱ格闘技とはまた違う、なんですかね、あのスリルというか、恐怖感というか、怖いですね。いや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 、俺こんだけ MMA とかいろんなもんがね、出てきた今のこの時代ですけど、うん、はい、改めて言わせてもらいます。プロレスが最強ですから。いやもう、ほんと体感しました。吉田さん、ありがとうございます。ありがとうございました。この辺で今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しかった。ありがとうございまし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 た。いやいやいや、唇が切れてます。え、切れてます。先ほどの蹴りで。マジですか。俺何も知らないよ。いやこれはね、もうごっつぁんですっていう感じで。吉田さん、ありがとうございます。